子供って言ってなんでも友達として言ってもいいからそれが自分の個性だったので、ちょっと似てる。一緒にやってくれている人たちに対する共感する力っていうのが非常に大事だ。はい、始まりました事業家の DNA。 本日は DNA 原社長の岡村さんにお越しいただきました。で、岡村さんもですね、会長の難波さんが7年間熱烈オファーをしてその結果原則に使えばという経緯があるので、難波さんにそこまで言わせる岡村さんってどんなリーダーなのかっていうところを徹底的に紐解いていきたいと思います。その結果リーダーに必要な資質というものが見えてくる動画となりますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、早速なんですけど、はい、簡単に岡村さんのご紹介をお願いします。はい、改めまして岡村と申します。今現在は DNA の CEO をやって丸2年になりましたね。花間さん7年間ではない、足掛け7年だと間違えて厳密に言うとね、いや、はい、そっちもすごい好きです。岡村さんといえば結構キャリアが特殊だと思うんですけど、うん、ご自身のキャリアについて話してください。はい、本当に変わってて、郵政省っていう霞が関の役所に入って、で、その後総務省、ずっと IT を国家公務員って立場でやってきたんだけど、僕は大学の文学部を出て、さらに大学院まで出て、で、中国古代史を専攻して、あ、学者なれないかもしれないって急に思って、まずいと思って、いつの間にかというか、あれこれやってるうちに郵政省入った。で、郵政省入って総務省になって、ちょうど僕が入った1995年ぐらいからインターネットが本当の普及期に入ってきて、自動車電話が携帯電話、で、そしてインターネットじゃないんだけどキャリアさんが管理する i モードとか、そういうものが広がってきて、そしてね、買ってサイトっていうのが出てきて、で、モバイルインターネットっていうのが出てきて、まさに DNA が大きくなっていくんだけど、で、そうした中でさっきもちらっと話が出たけれども、 DNA も含めてそういう仕事をする機会が結構あって、その結果難波さんに誘われて、で、散々迷ったんだけど入ったのがもう2016年。21年も霞が関で働いてたし、亡くなりましたけど安倍総理のいた官邸にもいた時があるし、結構いろんな仕事でそういうことをやった。で、縁があって DNA 入ったんだけど、DNA 入って、さすがに IT 関連のサービスなんかやるのかなと思っていたら、最初は横浜スタジアムの社長で、で、その後、ベスタの社長になって、ベスタの社長面白いな、横浜面白いなって結構夢中になってて、スポーツ事業面白いかも、新しく立ち上げようってこうやってたら、野々村さんがもう一緒に経営もやってよ、みたいになって、それはもう2019年で CEO に、当時、南波さんと森谷さんと僕で3人で経営する形になって、それで2021年、コロナ禍だけど、CEO に。大変目まぐるしい人生を。本当にそうです。それだけその国のお仕事だったりとか、郵政インフラみたいなところに携わってきて、まあ、DNA に来ようと思ったきっかけというのがやっぱり難波さんだと思うんですけど、きっかけ7年の難波さんからのオファーっていうのは、どういったエピソードが印象的ですか？そうですね。難波さんってすごく思いが強いということと、僕正直言ってね、器用な人じゃないと思うんですよ。いや、もちろん人当たりとか話がうまいとか、ポイントをつかむとか、そういうのは才能あるよ。だけど全体として、必ずしも器用で、っていう感じじゃなくて誠実なんだよね。あ、そうです。わかる。それはめっちゃわかります。わかる。はいはいはい。むき出しですよ。そう、むき出しなんです。そう。だからまあそれを僕も感じてたから、話したりするのは実は楽しみだ。ただ、僕役所の仕事がとても好きで、みんなの公益、公のことを、利益を度外視して考えられるっていうのはすごく恵まれてる立場だと思う。例えば新しくインターネットがこう出てきた時に、子供もみんな使えるし、みんなでインターネット新しいサービスを提供して。いいじゃない、そういう場の環境を整えたりするっていう仕事ができてたから、それが今度都会だけではなくて地方でも海外でもっていうふうに、結構そういう仕事ができてたんで、まさにこの DNA がこう伸びていく時も、DNA みたいな会社がどんどん新しいことを挑戦できる、とても素晴らしいことじゃない、だから応援できるじゃない、まあ、それでもいいかなと思ってたんだけど、むしろちゃんと飛び込んで自分でサービスを作るとか、自分でもっと人に接して新しい価値を作るとか、楽しい、まあ、あの手この手でこう言ってたんだけど、いやいや、だけどある年ね、難波さんってすごく気まじめだから、僕が、DNA に関わる仕事って言ってたら、役所の中でも郵便のことやってたり、それと全然違うケーブルテレビのことやってたりもしたんだけど、はい、そういう時に声をかけてくれて、でもちょっと断ったんだよね、なんと。でもそれでもいいと、友達としてでもいいから、みたいな。僕も友達としてはもう楽しいし、いいですよって言って、ミャンマーのとかに郵便インフラを展開する仕事をしてた時に、
日曜日にミャンマーに行って、でね、水曜日に成田に帰ってきて、うん、でそこでシャワー浴びてベトナムに行って、うん、それから戻ってきて金曜戻ってきて電車乗ってナマその別荘まで行ったことがあって、で疲れてたんだけど、ナマさん僕といろいろ話がしたかったんだと思うんだけど、うん、子供かなんか寝かしつけてる時に寝ちゃったの、うん、僕は疲れ切ってたから、うん、そしたらずっと待ってていろいろ話をまたしたかったらしくて、ずっと起きて待ってたっていうのを誰かからそういう話聞いて、本当はなんか頭の中で整理できないことがあったの、やっぱりこういう出会いはないよねと。で僕も20年こうやって働いたから、それなりに総務省っていうところでいろんなご縁もいただいたし、自分の人生でもそれが間違いなく財産だから、まあ、でもそれを違った形で、まあ、南波さんみたいな人と一緒にチャレンジするの面白いのかな、なかなかね時間かかってくるね。いやー7年それでメール書いたんだけど、はい、出せなかった。あ直前でもう下書きしただけで、うん、僕割と温厚な方なんだけど、時々仕事だとカットしたりとか、だから役所はダメなんだと思った瞬間があって、本当にプチッとしたらもう1分とか2分ぐらいでもう返信即レス、そうだからどこどこで会おうみたいになっちゃって、もうこれでサイは投げられた、もうルビコンが渡っちゃった感じなので入った。まさにそのデライトの精神というか、そうだね、岡村さんに接しているような、うん、その形がそうだよね。あとはっきり言うとさ、長さには悪いんだけどさ、そんな僕それほどでもないし、多分思い込みもあるんじゃないのとか思ったりもしてたわけ、今もしてるし、なんだけどそういう信じる力とか、うん、よく彼女も言ってるのかな、選んだものを正解にする精神みたいなのっていうのは、うん、はい、本当僕も大切だと思うんだよね。だから逆にそういう長い期間に半分思い込みのかもしれないような、いかにも南波さん的なアプローチで、うん、僕もそれになんとなくどっかでは答えようというか、まあ、多分いろんな会話とか一回一回会う時とかも結構丁寧に接した気がするし、はい、僕自身もそこに答えたいところが徐々に芽生えてたんだろうね、うん、だからそれが後での話にもなるのかもしれないけど、南波さん流のリーダーなんじゃない、うん、だから多分一から物事を立ち上げるとはい、当たり前だけど会社作るのって大変で、ほとんどの人が成功しなくて、うん、でもそれを自分だけでは絶対できないから、いろんな人たちに共感してもらってやらなきゃいけないよね、うん、それをゼロから一を作るんだろうな、決して器用でもないんだけど独特のリーダーシップというか、何かこう人をその気にさせて支えて何とか一緒にやっていきたいとかさ、うん、思わせるようなものはあるのかもね。南波さんの中でリーダーとして尊敬する部分になる。やっぱりこの IT 革命と言われている時期に、いくつかのこれまでの価値観とは違う企業が生まれていて、自分で今そこに携わっていながら言うけど、やっぱり DNA は新しいですよ。基本的に総務省にいた時にいろんなスタートアップ含めて見てきてるけど、独特の企業文化というか、新しい創造の新しい企業の形だと、まあ、そういうものをゼロから少なくともやっぱり南波さんの個性、そして職員の方のいろんな人たちの努力があって、それが内混ぜになっているものの、やっぱりそういう独特の DNA らしさっていうのが、いいところも悪いところもひっくるめてあるなと思っていて、そういうものを生み出す力っていうのはすごいよね。創業の際っていうか、物事を新しく作り出す際のっていうのは尊敬はしてます。うん、このチャンネルはリーダーを目指す人も多くて、まあ、そういった人に向けて、まあ、いいリーダーの要素っていうのをあえてあげるから、うん、そういった要素もあるんです。僕の中で思うのは、リーダーってこれといった型があるわけではなくて、うん、まず自分の個性っていうものを大切にすべきだと、うん、こういう道筋を通ったからリーダーになれるんだとか、自分が会社に入ったらこういう役職とか、まあ、職場になった時に遠いよなとかいろいろ思ったりすること、そんなこと全く必要なくて、自分の個性で自分をしっかり見つけていく、うん、で、うん、さっきの南波さんもそうなんだけど、うん、リーダーっていうのは北極星だったりするかもしれないけれど、みんなを一緒にやってもらわなきゃいけないわけじゃん。だから、うん、その一緒にやってくれている人たちに対する共感する力っていうか、シンパシーっていうのが非常に大事だと思っていて、しかもその人たちがそれぞれかけがえのない価値を発揮してくれるってことに対しても尊敬の心とそれに感謝する心っていうのは大事だと思う。つまり自分と共に歩んでくれる人たちをどれだけ大切に思えるかっていう、そのリーダーがどんな個性があろうとも、そこがないと真に人はついてこないだろうな。この人に使いたいって、その人が異様な磁力を発揮して使いたいってカリスマはいるよ、うん、だけどその人だって典型的に西郷隆盛とかだって、はいはい、多分すごい共感力なんだよ、うん、だからこの人のためにと思うんだけど、うん、
人間って自分のことが好きだし、うん、なんとか自分がっていうのも当たり前だと思う、うん、だとすると逆に他者がどれだけ逆にそれぞれの個性があって、うん、それに尊重しなきゃいけないのかっていうことだったりにちょっとでも気がつけたりすると、うん、とてもいいような気が僕はします。僕的なリーダーの成功かもしれないけど、うん、僕が成功するんじゃなくて僕と一緒に歩んでくれている例えば事業本部長がとか、うん、なんかの事業のリーダーもしくはある企画をやってる人が成功することが喜べるよ、うん、そっちの方が楽しい、そういうリーダーを僕は目指すし、はい、そういう共感力っていうのは多分リーダーとして不可欠なんじゃないのかって思いながら、どういうリーダー像を求めてるかみたいなお話の個性をちゃんと持ちながらもメンバーへの共感性だったり心拍を大切にするリーダーを DNA 内に増やしていくために具体的に何かそうだね、まさに僕の務めだと思っていて、難波さん、森安さん、そして僕について引き継がれてきたものをしっかりバトンタッチしたいと思っています、うん、なのでそのバトンタッチをする人たち、しかもそれはね環境とかいろんなことによってこれからくるくる変わると思う、でもいろんな可能性を持ったリーダー群を作りたいって言って、具体的に言うと僕っていう CEO って立場からするより近い執行役員とか、だからあれを一回僕としては廃止をしてバージョンアップをしてグループエグゼクティブっていうことで、単にその事業本部とか本部のリーダー群でその事業部に不可欠なリーダー群をより幅広くと、それを今人数で言うと昔は十数人しかいなかった執行役員が45人ぐらいにして、そしてそれぞれ期待する役割を僕がお願いして、そして今 DNA で言うとゲームからライブストリームからスポーツ、スマートシティ、そしてヘルスケアメディカルっていう領域、それからさらに新しい領域っていうところにそれを引っ張る、例えばエンジニア、デザイナーといろんな個性を持ちながらリーダーも形成してもらおう、うん、その人たちが困難な時も乗り越えてリーダーとしての力を発揮しまた蓄えていくと、気がつくと次のこの DNA のギャラクシー、まさにギャラクシーみたいな場、これをしっかり担ってくれるような次の世代がよりどりみどりっていう形で出てきて、そして DNA の領域ももっともっと広がっていくっていうのが今僕が描いてる妄想、これ非常に定性的な感覚なんですけど、うん、僕が入社したのがちょうど2019年の4月だったんですね、うん、で岡村さんが経営陣になられて CEO になられて、うん、そのタイミングちょうど主演としているんですけど、うん、以前よりはるかに任されてる感覚が強くなったなって、うん、そう結構いろんな人からも聞くんですけど、うん、ゆえのこう難しさとかストレッチはめちゃくちゃ感じるものの、一方で以前より信じられているなというか、それはそうだよ、若い才能が十分に発揮できることはやっぱり重要だと思うよ、今の DNA の各事業領域を見るとこんなに若いリーダーたちがやってる会社って他にこの規模だとあんまりないでしょ、うん、はい、もっともっとそうなってほしいわけ、でもっともっとあの我々がチャレンジできてもっともっと DNA が成長するっていうことを世の中に伝承されたらもっともっとたくさんの人たちが声を上げるでしょう、うん、そうすると全然これまでの20世紀の企業とまた違う人が生かされる場、そして新しい価値を想像していく、それを南波さんと僕とかギャラクシーで表現したりしてるんだけど、はい、でそこにリーダーたちが出てくるし、うん、そのリーダーは実は多様なんだよね、だ個性を大事にして、でもせっかく DNA という場でみんなが出会ってるんだから、この人たちの能力をこの力を思う存分発揮してもらう、つまり他者を尊重する、うん、自分にないものに尊敬を抱ける、もしくは他者の成功に対して共感できるということが重要なんじゃないかなと思います、うん、ちょっと最後にどうすればいいリーダーになれるかっていうところ悩んでる人に一言、うん、そうですね、やっぱり他者に共感するっていうことが重要だって言ったんだけど、でもさ他者に共感できるってことは自分が好きでなきゃねって南波さんもよく言ってるよね、好きになるよってまさにそうだと思うよ、別にベタベタ好きになるって意味じゃなくて、かけがえのない要は一回限りの人生で自分という伝統が消えてしまえば光は残るかもしれないけどね、でも光は残したいよね、だから自分の価値を信じる、だからこそ他者を信じる、だから人の何かを気にするというよりは自分が信じた、それが自分の個性だと思うので、そこに無条件に寄る、ただしそれは独りよがりではなくて他者に共感したり他人を大切に持ったりリスペクトできたりということがあるからこそできる、なるほど、そんな感じかな、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。岡村さんのリーダーシップってまず全員一人一人が個性に従ったリーダーであるっていう前提と、でその個性を持ったリーダー同士を共感して、まあ、尊敬の根を持つ、でこの後者の部分に岡村さんのその強さとか、ね、意志の強さがすごい垣間見えたっていうふうに今日思ってて、僕もリーダーシップの方が好きなんですけど、めちゃくちゃ勉強になったっていう率直な感想です、うん、
はい、ありがとうございます。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そして今後も事業家の DNA ではキャリア選択に真摯に向き合う方や事業家を出す方に向けた動画を発信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。またこういった企画をしてほしいというリクエストがありましたらコメント欄もお待ちしております。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。